ヨラは、ナイジェリアダマワ州の州都である。ベヌエ川沿いに位置し、人口は2010年時点で11万1840人で、ある。ヨラは1841年に建立され、1901年に、イギリスに攻め落とされるまでは、フラニ族の国の首都だった。寒気の日中の温度は、40度を大幅に超える。ヨラは2つの地域に分かれている。 ヨラの古くからの町であるラミドは、伝統的な都市であるのに対し、新しい町である北西5トル先にあるジュメタは、行政都市かつ、商業都市である。通常、ヨラは、ラミドとジュメタの両方を意味する。北部には、マンダラ山脈が、南部には、シエブシ山脈があり、カシャカグムティ自然保護区や、マンビラ高原へのアクセスポイントである。 ヨラは1841年に建立され、1901年にイギリスに攻め落とされるまではフラニ族の国の首都だった。今日のヨラは1991年にゴンゴラ州から分離して作られたアダマワ州の州都である。フラニ族の首長であるモディボ・アダマが1841年にヨラを建立した。 19世紀初頭のシャイフー・スマンダンホディオによるジハードムーブメントでモディボ・アダマはベヌエ・川上流の人々をムスリムへ導くことに成功したため認められた。モディボはフラニ族の教師である。ヨラが建設された後に初めて訪れたヨーロッパ人はおそらく1849年のハインリヒ・バルトである。バルトはサハラ砂漠を ボルヌ帝国の中心地であるクカワを経由して訪れた。ジメタには、市場、動物園、サウジアラビアへの直行便がある空港、郵政公社と電話局の事務所、モスクと大聖堂がある。ジメタは、北にあるムービア、マイドゥグリ、西にあるヌマンやゴンベとバウチ、南にあるマクルディア、カツイナなど、周辺の都市の交通のハブとしての役割を持つ、州都である。 タクシーは、カメルーンのガルアまで利用できる。ヨラ空港からは、アブジャとラゴスへの定期便がある。州立、ポリテクニックとヨラ連邦工科大学が、北のムービー方面へ 10km 進んだ先にある。アダマワにはナイジェリアで最大の貨物倉庫の一つがあり、西のヌマン方面へ 5km 進んだ先にある。ありがとうございます。